岡山路面電車ある。私も乗ったことあるけど、なんか難しくて、路面ってなんか止まったから降りようとして席を立ったわけよ。そしたら信号待ちだったの、路面の。だから車の信号と一緒だから。長崎とか広島どっかにもありますよね。どっかの県にも、京都にもある、あ、大阪にもある。めっちゃあるじゃん、札幌あれ路面電車ってめっちゃあるじゃん。東京にもある。ああれ都電荒川線違う、都電荒川線乗ってみたい。うち都電荒川線に乗るの夢です。乗ったことないんですけど、でも乗ってみたい。都電荒川線は桜トラムって名前になった。えそうなの、えそうなんだえびっくり。え、あとさ、なんだっけあそこ、スカイツリーのスカイツリーラインだっけ、もうさ東武伊勢崎線だったんだよね。変わってるよね。私だってなんか行く時があって、スカイツリーにで調べてて、で東武伊勢崎線って書いてて、その乗り換え案内にどこじゃって思って、なかったんですよ探しても。で駅員さんに東武伊勢崎線ってありますかって聞いたら、それがスカイツリーラインのことだった。あ、これかって思って、そっから知りました。知らなかったんですよ。そう、変わってたんだって思って。電車っていいよね。なんかね、私んちはね、私んちの電車黄色なんだっけ、西武新宿線らしいよ。私んちの最寄りってか乗ってる電車黄色色黄色で、なんかそうらしい。行っていいの、なんで、あ、ごめんね、本当にごめんね。あの私んちってあのアニメです、ごめんなさい。あの私じゃないです、本当にごめんなさい。もうさっきから紛らわしいですね。そういうことか、なんでみんな行っていいのっていうのかと思った。あの私んちっていうアニメのごめんなさい私だって私って言わないもん、私うちって言うもんね。ほんとごめん、そういうこと、なんで言っちゃったの。え、だってネットで出てきたからさ言っていいことだと思っててさ、言って私んちの言っちゃダメだったのかなって思って一瞬焦ったけど、そういうことか、うちんちかと思ったってこと。違う、私んちです確かに普通に電車言ってる人みたいになってた私んち西武新宿線なんですよねって言ってやば自分でバラしてるごめん、アニメの方です、ごめんなさい。足違います。そういうことか、なんでみんな行っていいのって言ってんのかと思った。で、かおりちゃんは何線？私の線は三味線です。え、三味線です、西武三味線です。50点低いな、もっと頑張ろう。あ、分かった、私の住んでる線ですか。それは行ってはいけませんえ、ダメ、これは100点ですよね、さすがに。マイナス100点とかめっちゃ下がっとるやん、おかしいおかしい。素晴らしいって人とマイナス100点って人いるから、どうしよう。やっぱりシンプルに言いませんが良かったのかな。他になんかないかな。